あ、すいません。今声入って、マイク入ってなかったです。すいませんでした。こんばんは、ハレルヤ。ハレルヤ。マイクがちょっとミュートになってました。すいません。ハレルヤ、こんばんは。寒いですね。寒いですね。はい、第3、ハレルヤ、アメン、こんばんは。こんばんは。皆さんお元気でしょうか？こうやってですね、皆さんと挨拶ができることは素晴らしいと思いますね。聖書にですね、挨拶をしなさいという命令がありますね。兄弟姉妹は、挨拶することが大事です。こうやって、直接顔を見ることはできませんが、挨拶ができること素晴らしいですね。私たちは、このニコ生を通してコミュニケーションをとっています。コミュニケーションがあるということは、ね、素晴らしいですね。私たちの信仰は神様とのコミュニケーション、そして兄弟姉妹とのコミュニケーションですね。それが十字架です。神様とのコミュニケーション、ね、兄弟姉妹のコミュニケーションですね。神様とのコミュニケーション、兄弟姉妹とのコミュニケーション。なんかこうすると、なんかこう、ウルトラマンのシュワッチに似てるんですが、ウルトラマンはなんかイエス様を表すらしいですよ。円谷監督というのはなんかクリスチャンらしくてですね、なんかウルトラマンはイエス様を表すっていうのはちょっと聞きました。まあ、本当かどうかは分かりませんが、そういうわけでシュワッチってこうやるのは、これは十字架ということですね。ウルトラマン、シュワ、あ、こんなこと、こんなことやったのかな？ウルトラマン、こんなことやって、シュワッチとかやりませんか？あれは十字架ですよね、十字架。はい。はい。もし関心がある方は調べてくださいね。ウルトラマンがクリスチャンかどうか、クリスチャンを表してるかどうか、どうぞ調べてみてください。あ、アンパンマンもそうですね。アンパンマンもですね、イエス様は天から下ってきたパンということで、アンパンマンはこうほっぺたちぎってこうね、人にあげるわけですけど、イエス様もパンをくれますね。イエス様は命のパンをくれますが、アンパンマンはイエス様を表します。ね、バイキンマンが バイキンマンはまさに悪魔を表しますね。バイキンマン、ね。食パンは何でしょうね。食パンは何を表すんでしょうか。まあ、バイキンマンは悪魔を表します。はい。はい。面白いですね。そういうふうに考えると面白いですね。今日のタイトルはちょっと重いタイトルですね。重いタイトル。柳瀬隆がクリスチャンなのは本当だよ。アンパンマンの、作者が柳瀬隆と言いますが、まあ、その方がクリスチャンだっていうのは聞いたことがありますね。今日のタイトルは、イエス様は中絶の罪も許してくださいます。許された人生を歩もう。ね。許された人生を歩もうということですね。はい。まあ、実はですね、皆さんもご存知のように、私はクリスチャンになって34年前なんですが、今から40年ぐらい前ですね。40年ぐらい前、まだもう若い時ですね。二十歳、21ぐらいの時ですかね。本当に私は不信仰をしましてですね、本当に今から思うととても恥ずかしいんですが、不信仰していました。それで、その相手の人が妊娠しましてですね、中絶をしましたね。中絶をしました。私は、まあ、その頃も、反対したとは思うんですが、そういうことの後で、それから、まあ、10年ぐらい経ってからかな、10年ぐらい経ってからクリスチャンになってですね、中絶反対運動の、まあ、ビデオがありまして、その中絶反対運動の集会、プロライフっていうんですが、そのプロライフの集会に行きまして、その中絶に関わる、まあ、映画を見たんですね。映画ですね。で、その時ですね、中絶が、まあ、本当に、殺人だという、殺人だということが分かって、で、私はその時ね、10年前のことを思い出してですね、ああ、
自分がですね、自分が神様から与えてくれた最初の子供を、最初の子供を自分の手で殺してしまった、神様が与えてくれた最初の子供を自分の手で殺してしまったという、そういう罪責感に襲われましてですね、ものすごくこう罪意識を感じたんですね。そしてこれはもう本当に重い罪、殺人の罪、中絶が殺人だということが分かりましてね、ものすごく重くて、もうなんかこう生きていけない、まあ、歩けない、立てない、もうこんな重い罪をですね背負って、もう歩けないと思ったんですね。もう本当に、その重かったんです。ところがもうすでにクリスチャンだったので、あのイエス様がその罪を十字架によって許してくださるということをもちろん知っていましたから、はい、メラニーさんこんばんは。それで私はイエス様ごめんなさいって悔い改めたんですね。イエス様ごめんなさい、もうとんでもないことをしてしまいました、もうとんでもないことをしてしまいました、もう本当に殺人を犯しましたということで悔い改めたんです。そしてその時ですね、本当にこう、油注ぎを受けたんですね、聖霊のバプテスマと言いましょうか、油注ぎを受けてですね、はあ、ね、よかったよかった、イエス様が許してくれたんだ、イエス様が許してくれたんだということでですね、その重い重い、ね、ものすごく重い重い罪がですね消えたんですよね。もう生きていけない、もうこんな罪を背負って生きていけない、もうこんなんだったらもう本当に生きていけないという、その罪をですね、その罪が消えて本当に許されてよかった、本当にイエス様ありがとう、イエス様ありがとう、イエス様が罪を許してくださなかったら私は生きていけない、もう罪がね、罪がですね、あまりにも重すぎて、あまりにも重すぎてですね、もう生きていけないと思いましたね。でもその時ですね、本当に許されたので喜んでですね、油注ぎを受けて喜んで、もうイエス様、私はあなたのために人生を捧げます、もうあなたをのために生きますと献身したんですね。献身して私はもう本当に、あなたに捧げます、許してくださってありがとうございます、本当に許してくださってありがとうございますということで、私は献身をする、思いが与えられたんですね、それがだいたい今から30年前なんですけど、そして、30年間プロライフと言いましてですね、まあ、クリスチャン多いんですね、クリスチャン多いんですが、まあ、中絶反対運動をしたわけですね、中絶反対運動をしてきまして、で今もホームページを持っていますが、中絶反対運動をしました。そして、今も、まあ、中絶反対をしています、中絶反対ですねしています。で私も、その中絶問題をいろいろ学んでですね、じゃあ避妊はどうかということで、まあ、避妊もですね中絶と同じ、そのオーバーラップ、中絶と避妊とちょっとオーバーラップしている部分があってですね、例えば中絶薬は、避妊薬は、まあ、中絶効果もあるとか、まあ、そういうことで望まないということに問題があるんだということで、まあ、一応カトリックは中絶も避妊も反対なんですね。でプロテスタントの場合には中絶は反対だけど、まあ、避妊は、各個人に任せるという考え方なんですが、私はなんかこう避妊も良くないんじゃないかなと思いまして、避妊をやめたんですね。もちろんそれは当然その結婚の中だけですよ、結婚の中だけで避妊をやめたんです、まあ、そういうことの中で9人子供が与えられました。ですから私が9人子供がいるというのは、まあ、そういう理由があるんです。中絶を悔い改めた結果、9人の子供が与えられたという感じなんでしょうか。そして私がその、今から何年前でしょうかね、
20年ぐらい前ですかね、ちょっとよくわかりませんが、まあ、インターネットを始めてですね、まあ、最初に作ったのがそのプロライフのホームページ。だからインターネットを始める理由の一つがですね、その中絶反対運動をするためのためにインターネットを始めたというのが必要ですね。その前にちょっとですね、ちょっと過激なんですが、これショックなので皆さん覚悟できる人だけ見てください。これちょっと普通の人は見ない方がいいと思います。ショックを受けますので、まあ覚悟できる方だけこれ見てくださいね。これは中絶は殺人ですという YouTube なんですが、まあ、もし覚悟できる方は見てくださいね。それから私のプロライフのホームページはどこにしてたかな、ちょっと待ってくださいね。プロライフ、あったこれですね。私のプロライフのホームページはまあ全然もうなんか更新してないのでちょっと古いタイプのホームページなんですけど、これがですね、私のプロライフのホームページですね。だいぶ更新しておりませんのであんまりいいホームページじゃないんですけど、一応これ20年ぐらい、最初、まあ、これはもう作り変えたのでちょっと20年前のホームページとはちょっと違うんですが、まあ自分で作った、ホームページですね。はい。まあ、そういうわけで私は今でも中絶反対運動をしています。中絶反対運動をしています。皆さんもですね、ぜひクリスチャンの方は特にね、クリスチャンの方は特にその中絶は良くないんだということをですね、理解してください。で、なぜですね、なぜ中絶がいけないのかということをこれからちょっと話していきたいんですけれども、まず命の価値観ですね。命の価値観がクリスチャンと未信者とは大きな違いがあるということですね。で、聖書では何と言ってるかというと、まあ、聖書では殺してはいけない、モーセの十戒に、殺してはいけないという命令がありますね。それから、一個ちょっと御言葉をちょっと貼りますね。御言葉を貼ります。これは詩編の127編、詩編127編なんですが、見よ、子供たちは主の賜物、タイの実は報酬である。若い時の子らは、まさに勇士の手にある矢のようだ。サバヤのことよ、矢筒をその矢で満たしている人は、彼らは門で敵と語る時にも恥を見ることがない。まあ、子供っていうのはその主の賜物、賜物っていうのはまあプレゼントっていうことですね。神様からのプレゼント、または報酬と書いてあるんですね。報酬、つまり子供というのは神からの恵み、まあ、それは昔からよく言いますが神からの恵みということで、そしてですね、その人間、まあ、この間もちょっとありましたね。人間一人の命は尊いんだという考え方、人間一人の命は尊いんだ。だから私たちはね、例えばまあ胎児、小さい胎児だとしても、一人の人間という意味ではものすごく価値があるんだ。一人の人間はものすごい価値がある。小さいから価値がないとか、ね、生まれてないから価値がないとか、まだね顔見てないから価値がないとか、そういうことじゃないです。小さくても人間は人間です。小さくても 人間なので、その小さくても固有の遺伝子を持っているわけですね。皆さん固有の遺伝子って分かりますか。人間それぞれ一人一人にですね、その人独自の遺伝子があるわけですね。だからその胎児ももちろんその、体質も個性もいろいろあるんですが、そういう私たちは一人一人が
かけがえのない命だということですね。そしてあのもう小さくてなんか多くの人はね、なんかその肉の塊じゃないかという感じで人間じゃないというふうにごまかすけど、いやいや肉の塊ではないんです。本当にちゃんと手もあるし足もあるし、もうさっきの YouTube 見れば分かりますように、ちっちゃくてもちゃんとですね、手も足もちゃんとあるんですね。だからね、あのそうですね、あ、ちょっと待ってくださいね。このプロライフにはですね、このプロライフのバッジがありましてね、バッジがちゃんとありまして、こういうバッジがあるんですね。これは多分12種ぐらいの赤ちゃんの足だと思うんですが、これちゃんとちっちゃくてもこれ本当の大きさだと思うんですけど、これ12種の胎児の足なんですが、ちゃんと足の形してるでしょ。だからちっちゃくても人間なんですよ。ちっちゃくても人間、ちゃんとこれちょうど実物大だと思うんですが、12週の赤ちゃんの大きさですね。本物じゃないですよ、これバッチですね。バッチこれプロライフのバッチなんですが、プロライフの人はこういうバッチをつけるわけですね。でこういうバッチをつけてですね、こういうバッチをつけて、あの皆さん中絶をやめましょうというバッチですね。はい、で特に、そしてですね、まあ、中絶するときにね、こう器具が入っていくときね、こう赤ちゃんはこう逃げるんですね。こう慌てて、でこう非常に暴れたりしてですね、で本当に痛がるわけですね。あの本当に人間がですね、なんかこう恐れるように、あの胎児もですね、中絶するときはですね、口をパクパクしてね、こう痛がって逃げるんですよね。だから本当にですね、もう中絶は殺人なんだよ、中絶は殺人なんだよ、ものすごくあのひどいことなんだよっていうことなんですね。まあそれ、あの医者がですね、医者があの中絶しませんかってあの誘惑してくる場合もあるんですよね。まあその中絶で儲けてる医者もいるわけですね。中絶で儲ける医者が、だからあの私もですね、4人目か5人目かなんかで医者にですね、中絶しますかって言われて、私怒りましたよ。とんでもない、何を言うんですか。4人目か5人目かは知らないけど、私はそんな、ね、自分の子供をあの殺しません、ね、ちゃんと産みますって言ってね、医者に怒ったことがありますね。もう4人か5人だから中絶する人がいるんでしょうね。で中絶しませんかってあの医者に言われて怒りましたよ、とんでもないって言ってですね。それでですね、次の話ですが、まあ、じゃあなぜ、あ、要するに、まあ、キリスト教では命がとても尊いんだということですね。あの今あのこうそのお腹の中にいる時から奇形があるかどうかっていう、まあ、テストがあるわけですね。でその奇形の可能性があったら、まあ、中絶を進めるっていうのがあるんですが、あの私たちはね、そのまあ障害があって産むのは大変なことだと思うけども、だけど今私たちはね、こう障害者がいるということをね、私たちは障害者でも当然人間なんだ、障害者でも生きる権利があるんだということを考えればね、だったら赤ちゃんだって当然障害があったら生きる権利があると私たちは思います。赤ちゃんだからね、生まれた障害者はしょうがないから生きる権利があって、生まれてない障害者は生まれてないから生きる権利がないなんてとんでもないと思うんですね。生まれた、障害者の方も生きる権利があるし、お腹の中にいる障害
のある赤ちゃんも生きる権利があると思います。もちろん障害を持って生きるっていうのは親はとても大変だと思います。大変だと思います。しかし私たちはですね、クリスチャンは命がものすごく尊い、命がものすごく尊いから、障害が あろうとなかろうと命は尊いんだよということなんですね。で、その命が尊いということの理解をするためにですね、私たちはこの世で障害があったとしてもね、はい、小太郎さん、子供は宝物。この世で障害があったとしても、その子がイエス様を信じて、その子がイエス様を信じて永遠の命を持ったら天国で障害のない永遠に生きることができる存在になるんだ。ここがやっぱり大事なんですね。未信者の方々はね、障害を持って一生生きるんだったら生まれてこない方がいいんじゃないか。障害があったら本人も苦労するし、親も苦労するし、障害があったらもうね、死んだ方がいいんじゃないかってみんな思うかもしれません。で、クリスチャンは違うんですね。クリスチャンは障害があっても信仰を持つことができるんですね。障害があって信仰を持つならば、その人は、天国に行くことができるよ。で、天国に行ったら障害のない体をもらえるよということで、そういうことの中で人間の命は尊いんだよということですね。永遠の命を持つことができる、永遠の命を持つことができるから人間の命は尊いんだ。これが大事なポイントなんです、ね、この世のことだけ考えたら、この世のことだけ考えたら、まあ、その、希望がないということですね。それは障害がなくてもそうですね。障害がない人もこの世に希望がないから自殺する人もいるんだけど、人間は素晴らしい希望があるんだ。天国に行く希望があるんだ。その天国に行く希望があるからこそ、ね、人間の命は尊いのだ。人間の命は尊いのだ。障害があろうとなかろうと、生きる、ね、意味があるんだ。生きる希望があるんだということですね。そういうことの中で、妊娠したら、ね、それは尊いんだよということですね。尊い。多くの場合はですね、不貧困で、まあ、妊娠して、まあ、できちゃった婚をする場合が多いですが、まあ、中絶しないでできちゃった婚の方がベターだと思うんですが、多くの場合は、まあ、不貧困で結婚していないから育てられないから下ろしてしまうということが多いんです。ですから中絶の大きな原因の一つは不貧困だということですね。その不貧困をするから、妊娠をするから中絶をするという、不貧困という罪が中絶というもっと大きな罪、殺人というもっと大きな、罪になっていきます。ですから神様がその中絶を通して教えたいことは、不貧困はダメだよということ、ね、不貧困というのはそういう殺人という罪を犯すよということと、それから命は尊いんだよということを教えるため、そして人間の罪というのは自分の子供を殺すようなものなんだよ、その自分の立場、自分の状況を一人の小さな赤ちゃんよりも優先してしまう、自分の方を優先してしまうという、そういうエゴって言いましょうかね、自分の、本当は愛さなきゃいけない赤ちゃん、世話しなきゃいけない赤ちゃんよりも自分の都合の方を取ってしまうという罪ですね。その罪というものを教えるために神様は、中絶という問題を与えているのではないでしょうか。すごく重い問題です。そして、今日本では1日、1000人以上の赤ちゃん、たった1日ですよ、日本だけでたった1日で1000人以上の赤ちゃんが殺されているんです。これは大虐殺ですね。大虐殺。
もう1ヶ月で3万人、1年で30万人、1年で30万人の赤ちゃんが虐殺されていることになります。ですからぜひ皆さん、この問題を小さな問題と思わないで、大きな問題だと思ってくださいね。大きな問題だと思ってください。大虐殺が起きてるんだよ、毎日毎日大虐殺が起きてるんだよということですね。それからもう一つは、決して女性の問題ではなくて、むしろその女性は産みたいけども周りが手術しろしろと言って進めたり、そして本当に医者とか親がね、中絶するの当たり前みたいな感じで、女性の方は本当に苦しんで中絶する方が多いと思います。つまり中絶の罪っていうのはその周りの罪でもあるんですね。男性の罪でもあるし、社会の罪でもあるし、親の罪でもあるし、学校の罪でもあるし、そういう中絶を容認することの社会がそのような中絶の罪があるんではないでしょうか。むしろ傷つくのはその女性ですね。その女性は、本当に、すごく傷ついて、中絶をすると思いますが、在籍期間が残って自分を責めて自分を責めて本当に苦しくなっていくと思うんですが、しかし、イエス様はその罪を許してくださいます。私も、許されて本当に解放されました。皆さんの中でもしですね、その罪で苦しんでいる方がいたら、ぜひぜひイエス様が許してくださるということを知っていただいて、ね、イエス様が十字架でその罪を許してくださる、ですからぜひ、自分を責めている方がいたらイエス様を信じて、そして許されてほしいと思います。そしてですね、この命の軽視といいましょうかね、命の軽視、つまり人間の命はね、そういうふうに場合によっては殺してもいいんだよという、そういう考え方が、まあ、この間の優生思想とちょっと似てるんですけども、まあ、人間の命が軽いということでいじめがあったり差別があったり、ね、虐待があったり、まあ、結局ですね、同じこと言ったかな、虐待とか差別とか、ね、そういうのは結局生命軽視から来てるんだよということですね。ぜひ皆さん、命というのはとても大事なんだよという生命感ですね、命に対する価値観をですね、皆さん本当に正しく持ってほしいと思います。命は尊いんだ、命は尊いんだね。その永遠の命を受けるために、永遠の命を受けるために、一人一人の命は尊いんだということですね。もう一つ大きな問題がありまして、じゃあ強姦された時の、強姦されて妊娠した場合にはどうするのかという議論があります。本当にですね、それは難しい問題です。難しい問題ですけれども、私たちプロライフの考え方は、その犯人が憎いとしてもね、犯人が憎いとしてもその犯人の子供かもしれないけど、赤ちゃんは別人だよということですね。赤ちゃんは別人だよ、それは相当信仰がないとですね、難しい問題だと思うんですが、犯人を憎んでたらどうしても子供を憎んでしまうと思うんですね。ですからイエス様が言うように、その犯人を許して、犯人を許して、子供を憎まないようにするということね、犯人を許して子供を憎まないようにするということ、そしてその犯人を憎むそのことを子供に、子供とは別人なんですから、そしてその子供は自分の子供でもあるんですから、その子供に八つ当たりというか、その憎しみを当てて、殺していいわけではないんだよということですね。これ非常に難しい問題ですけども、原則としてはそうなんだよということですね。原則としては、
強姦されて妊娠したとしても赤ちゃんは別の人間なんだよということですね。はい、確かにそれは難しい問題です、はい、私が言いたいのはですね、中絶した人を責めてるんじゃないんですね。中絶した人を責めてるんじゃなくて、命とは何か、ね、命とは何か、中絶とは何か、罪とは何か、ね、そういうことをですね、神様は教えていて、本当は命はとても大事なんだよ、命はとても大事なんだよということを皆さんに知ってもらいたいということですね。そしてもし皆さん自身、また皆さんの家族、皆さんの友人がですね、中絶するということがあったらば、ぜひぜひ反対してほしいということですね。中絶を反対してほしい。で、どうしても産めない方は養子に出すことができます。私の知ってる団体ではですね、養子を斡旋してくれることができます。私も2人養子を斡旋しましたけど、養子を斡旋することもできますので、まあ、自分で育てる方がベターですね。ベターですが、どうしても自分で育てられない場合には、中絶しないで出産して、養子を斡旋することも可能だよということですね。はい、はい、そういうわけで、中絶問題、これは、タブーにしちゃいけないんだよ。タブーにしないで、やっぱり明確にダメだよ、ダメなものはダメだよってはっきり言う勇気、決断、皆さん持ってもらいたいんです。一人でもですね、そういう認識を持ってもらいたい。皆さん、アメリカの大統領選挙が、あの時ですね、この、まあ、プロライフとプロチョイスの戦いがあります。で、プロライフは中絶反対派ですね。で、プロチョイスっていうのは、女性が産む産まないの権利があるというのがプロチョイス。もちろん女性は女性の権利があります。女性の権利を、この特別ね、このないと言ってるわけじゃないんですが、胎児の生存権ですね、胎児の生存権と、それから妊婦の、選択権って言いましょうか、出産選択権と、どっちが、優先されるかという問題ですね。やっぱり命の生存権のが大事だというのがプロライフですね。命の生存権ですね、生存権が大事だというのがプロライフですね。はい、ぜひ皆さんにプロライフになってほしいんですね。プロライフになってほしいと思います。はい、それではですね、明石タイムいきましょうか。明石タイムですね。はい、明石タイムですね。今日はですね、ちょっと重いテーマなので、ちょっと明石といってもね、許されたでいこうかな。はい、皆さんですね、もう許されてほっとした方がたくさんいると思いますので、罪が許された明石タイム、罪が許された明石タイムスタート。罪が許された明石タイムスタート。バイクを盗んだのが許されました。ゲイから解放されました。タバコを吸ってしまいますが、いつも悔い改めています。小学校の時にいじめた人を許してください。あ、何か今ありましたね、ちょっと待ってくださいね。
中絶した親友が救われました。アメン。お酒をやめれました。今日から否認します。今までキューちゃんを信じていませんでした。信じます。妹が中絶しましたが涙を流しながらこの放送を見ています。アメン、アメン。許されましたよ。イエス様によって許されました。悔い改めました。買い物ばかりしていた私をイエス様が許してくださいました。アメン。命の重さが分かりました。キュちゃん放送を見ると楽になるよ。初詣に、神社へ行ったことが許されました。キューちゃんの放送を見ると楽しい気分になります。中絶が許された罪が天に昇る思いです。アメン。よかったですね、よかったですね。偶像崇拝を悔い改めました。心が癒されて優しくできるようになりました。あなたの罪は許された。イエス様の声が聞こえます。アメン。天に昇るほどの快感。宗教に興味を持ちました。僕も牧師になりたいので毎日フリースを着てます。偶像崇拝と婦人公ってセットですか？セットではないけども、非常にこう関わってますね、関わってます。牧師は進学校に行かなくてもなれますか？なれます、なれますけど、でも訓練は必要ですね。訓練と学びは必要です。大事なのは中身ですね。中身が、その牧師としての、この、仕事ができる訓練は必要だということですね。要するに成熟するかどうかということですね。クリスチャンとして模範的なリーダーになれるかどうかが大事だということです。
ますね。信仰がちゃんとしてなければリーダーになれませんね。イエス様が私をここまで導いてくれました。アメンアメン。節分はですね、悪霊を出ていく、悪霊を出ていけってやってください。御言葉の種ですね。御言葉の種をまきましょうね。キリスト教的な節分でやってみたんですかね。御言葉の種で悪霊を出ていけって、これいいじゃないですかね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、実はですね、私はさっきも言ったように30年前から、中絶反対運動をしてきました。ですね、軽井沢でこうキャンペーンしたりとかね。写真あるかな。ちょっと待ってください。キャンペーンです。原宿でですね、ローラースケートを持って、これをですね、歩行者天国で、滑ったりね。で、こういう、ちょっと残酷ですけど、写真をですね、こういうのをこう、キャンペーンでですね、毎年軽井沢でキャンペーンしたり、そういうですね、働きをずっとしてきましたね。今もですね、そういう中絶反対運動を、したいと思っていますけども、はいはい、そういうわけで、その中絶問題、ごめんなさい、言いたかったのは、そういう中絶問題を、ずっとやってきてですね、私はこの信仰という問題が、その自分の犯した罪、ということの中で、私は、大きな罪を犯したけれども、このことを通して信仰がですね、養われたというか、信仰のバネになったというのは言えるんじゃないかなと思いますね。その中絶問題を通して信仰を励むバネになったというのは感じております。神様が、その、悔い改めを通して、信仰をこの強める機会にしてくれたということですね。皆さんの中でもですね、もしそのような同じような方がいたら、きっとそれを悔い改めることによって神様は祝福してくださると信じます。それをかえってまた信仰のためにプラスにしてくださると思います。悔い改めてイエス・キリストを信じれば、すべてのことが益となりますよ。ですから、ぜひイエス様が許してくださるということを信じて、信じましょう。イエス・キリストを信じれば罪が許された、自分の罪が許されたと信じることですね。神様は、私たちがその罪というのは、何て言ったらいいのかな、結局神と、関わっていない、
神と、まあ、良い関係じゃないということの中で、神様は私たちと良い関係を持ちたいんだということですね。神様は私たちを愛していて、私たちを祝福したいんだということですね。それがですね、神様の御心だと思います。神様は私たちを救いたい、和解したい、愛したい、祝福したいんだということです。それができないのが罪です。私たち人間は生まれながらにして神を知らない、神と遠く離れている、神と関わってないという、そういうその運命として生まれてきているわけです。それその罪人のゆえに私たちは悪いことをし、中絶もしてしまうんですが、その中絶を通して神様は罪を教えたいのです。罪を教えたいのです。私たちが悔い改めてイエス・キリストを信じるように導かれていると信じます。ですから、私たちが罪を犯すのは私たちに罪があるということを理解するためであり、そしてその罪を許されるためにはイエス様が必要なんだ、イエス・キリストを信じることが必要なんだということを教えるためなんです。いろいろ戦争があります。暴力があります。悲劇があります。いろいろな罪悪、犯罪があります。ある意味では全部同じです。全部同じです。この人類の悲劇は、人類の残酷は、人類の苦悩は、神様があなた方に罪があるんですよ、あなた方に罪があるんですよ、そしてその罪は十字架によって許されるんですよ、イエス様によって許されるんですよということを教えたいためなんです。罪を教えて、罪の許しを教えたいために、このような人間の苦悩、社会の苦悩、人類の苦悩があるんです。その中の一つが中絶です。中絶です。ですから皆さん、この中絶問題を通して、また他の、罪の問題を通して、神様が願っていること、ね、神様が求めているものを理解することです。そうでなければ罪を繰り返し繰り返し行うんです。一度中絶した人は二度三度中絶しやすいです。罪というのは、悔い改めなければ繰り返すんですね。ですから罪を繰り返すような、その罪を繰り返すような生き方ではなくて、罪を本当にこの悔い改めてやめるような生き方、悔い改めて罪をやめる生き方が必要なんだよということですね。皆さんが本当にその、そのことをぜひ理解してほしい、そのことをぜひ理解してほしいと思います。罪が、許されるんだ、かえって逆にですね、その罪を通して救われていくんだよ、罪を通して悔い改めてイエス様を信じていくんだよということですね。もし罪がなかったら、悔い改める機会がないわけです。ですから、私は、罪というものを本当に、発見してその罪を許してくださる、イエス様に出会う必要があります。アメンアメンアメン、ハレルヤ、アメン。はい、それではですね、はい、アメンアメン。こんばんは。もしもし。はい、こんばんは、久しぶりです。まあまあ、久しぶり。あ、祈ってくださるんですか？いや、今日はね、お祈りしようと。あ、じゃあ、ぜひぜひ祈ってください。天にますます我らの神よ。あ、もしもし。はい、どうぞ、祈っていいですか？祈ってください。私の祈りを聞いてくださる？はいはい、どうぞ。じゃあ、いきます。天にいます。天のお父様、今日は中絶について考えることができました。今日本では1年間に何百万人という子どもたちが殺されています。
男の子も女の子も、たくさんの命を、奪われています。その中において私たちは、中絶を守るために戦っています。どうか精霊の導きによって中絶が一人でも、少なくなるように。キューちゃんが中絶したことを神様が許してくださることと思います。そしてニコ生で中絶が行われていることも私は知ってます。その人たちが許されることを願いします。そして、これを見ている多くの人が中絶がもう二度とないそんな世の中になるように、イエス様の力によって、アーメン、ア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 メン、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、祈ってくれましたね。はい、そうですね、今日はねちょっと重いテーマでしたけども大事なテーマだと思います。そしてやっぱり命の尊さというのがやっぱり大きな問題でしょう。命が大きいんだよ。命が大きいっていうことは結局人を愛することが大事なんだよということですね。要するに神の愛というのは、神の愛というのは、ね、人を愛する愛なんですが、人の命が尊いから、人の命が尊いから愛するんだよということですね。それからもう一つは不貧困の問題ですね。その不貧困をするから、不貧困っていうのは、まあ、結婚以外の、まあ、男女関係なんですが、不貧困をするから中絶という問題になってしまうんだよということで、不貧困をしないで、純潔を保ちましょう。純潔を保って、そして、清く生きることですね。清く生きることが、人間の幸せなんだよということですね。ぜひ皆さん、難しい問題で、本当にですね、考え続ける必要があるんですが、ぜひ皆さん、この大事な問題を皆さん一緒に考えて、一緒に考えて、少しでもそういう悲劇がないように、赤ちゃんが殺されないように、かえって赤ちゃんを守る側、皆さんが中絶に反対して、中絶を反対して赤ちゃんを守る側になってほしいと思います。そしてそういう、女性の方々を責めるのではなく、罪が許されるんだよ、罪が許されるんだよと、伝道をする伝道してですね、その人たちが解放されるように、癒されるようになってほしいと思います。皆さん、世の中は愛がなくてですね、裁き合ったり責め合ったりしていますけど、それは良くないんです、良くないんです。私たちは許し合って、裁かないで許し合って、そして愛し合うことが、愛し合うことが大事なんです。そのためには、イエス・キリストに会って、イエス・キリストを信じて、罪を許してもらって、罪を許してもらって初めて、人の命が尊くなり、また人を愛することができる生き方ができるんです。皆さん、それが本当の人間の生き方なんです。それが本当の人間の生き方です。皆さんもできるんです。皆さんも今からできるんです。まあ、中絶に限らず、あらゆる罪を許してほしい、今までの全ての罪を許してほしい、そして新しい生き方をしたい、人を人と思うような、人を大事にするような生き方がしたい、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて新しい生き方をしたいという人、アメンと言ってください。アメン、新しい生き方をしたい人、アメンと言ってください。アメン、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 アメン。メラニーさん、小太郎さん、大さん、アメン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 。お祈りします。天の父様、私たちは、知らず知らず罪人で罪を犯してきました。イエス様と出会って、また御言葉に出会って罪が分かってきました。そして、その罪がどれほどひどい罪なのか、どれほど悪いことなのかが分かってきました。イエス様、私たちの罪を許してください。
人類の中絶の罪を許してください。人類の罪を許してください。日本の中絶の罪を許してください。日本の罪を許してください。彼らは何も知らないのです。彼らは何も知らないのです。イエス様、憐れんでください。憐れんでください。イエス様、彼らの罪を許し、彼らの罪を許し、彼らが許されますよ、許されますよ、解放されますよ。イエス様、十字架の血潮によって、十字架の血潮によって、イエスキリストを信じる者が許されますよ、許されますよ、中絶した人たちの罪が許されますよ。イエス様、彼らを、彼女たちを癒してください、癒してください、解放してください、解放してください。自分を責めることがないように、あなたによって許されたので、自分で自分を許すことができますように、イエス様、どうぞ慰めてください、慰めてください。そして、日本も世界も、中絶がなくなっていきますように、中絶がなくなってきますように。悪魔は人を殺したい、悪魔は人を殺したい、しかしあなたは人を救いたい、あなたは人を救いたい。多くの人が命の尊さ、命の尊さ、命は素晴らしい、命は尊いんだということを理解することができますように、イエス様、どうぞ日本を祝福してください。世界を祝福して、多くの方が命の尊さを理解し、お互いに尊ぶことができますように、お互いに愛し合うことができますように、お互いに喜び合うことができますように、そのような世の中にしてください。そのような世の中にしてください。いじめもない、虐待もない、その憎しみ合うことがないような、そのような、社会にしてください。イエス様、お願いします。イエス様、お願いします。リスナーの方々がプロライフの考え方を持って、その、あなたの御心を行うものとなりますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、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 ハレルヤ、アーメン。ぜひ皆さん、今日から皆さんはぜひぜひ、中絶反対者になってほしいと思います。まあ、プロライファーって言うんですね。プロライファー、プロライフに ER をつけてプロライファー。ぜひ今日から皆さんはプロライファー、今日から中絶反対者、中絶反対者。ぜひ皆さん、皆さんのその信仰によって世の中は良くなっていきます。皆さんの信仰によって世の中は良くなっていきます。ぜひ皆さん、人の命を大事にする生き方、人の命を本当に大事にする、お金よりも、ね、自分の立場やこの世の在り方よりも、命が大事なんだ、命が大事なんだという、ね、当然といえば当然の価値観なんですが、その命が一番大事なんだという考え方で、ぜひ、正しい価値観を持って歩んでほしいと思います。本当に、今日重い問題ですけど、皆さんが本当に、最後まで聞いてくださって本当に嬉しいです。ぜひこの考え方が、この考え方がですね、世の中に広まっていくようになってほしいと思います。そして、この問題は、ね、本当に虐待とか、それからいじめとか、そういうありとあらゆる社会問題と関係があるので、社会全体が良くなっていくと信じます。皆さん、イエス様の愛で、イエス様の愛で社会を良くしていきましょう。イエス様の愛で良くしていきましょう。人を愛しましょう。隣人を自分のように愛しましょう。隣人を自分のように愛しましょう。アーメン、アーメン。ありがとうございました。シャロン、シャロン、アーメン、シャロン、アーメン、アーメン、シャロン、アーメン、アーメン、アーメン、ハレルヤ、アーメン。